キャンベルのアイコンって書いたのって。え？アイコン変えたの？私？あ、これの？ムイさん、キャンベルさんなの？はい。本当はもうちょっと、誰か書いてもらえるなら、ホスホス。増本ゆりさん。サムネとか書いてもらえるんやったら誰か。あ、全然、募集してます。サムネのネタ尽きたんで。答え方、わら、じゅんな、さん、寝ますルー、おやすみなさい。おじいたいちんさん、アイコンの発音がアイコンになってるぞ、わらわら。え、なんてなんて ?iPhone? iPhone? アイコン?iPhone? 全然サムネとか募集してるんだ、私も。サムネのネタが尽きちゃったから。すげえうめえ。でしょ？でもあれ、もっとさ、もっと今みたいなさ、デジエ書きたいけど、デジエがむずい。ちょっとマジで書こうと思ってんけどさ。増本ゆりさん、いつかサムネ書くやん任せて。じゅんなさん、さらば、お疲れ様でした。ありがとう、じゅんなさん。おじい大臣さん、あやじるしいこん。どういうこと？ちょっと難しい。アイコンってこと？アイコン？アイコン？ごめん、中で。アイコンっていうの？アイコン？増本ゆりさん。あ、大根？アイコンってこと？わーバブルジェン！みんななんていうの？発音。アイコン？ iPhone？ アイコンか。じゃ、あ、ちょっと待って、の下ってむずいな。ちょっと待って、アイコン。アイコン。アイコンですか？正解ですか？これ。アイコン？ちょ、Google で調べるわ、私一回。キララ帝徳さん、ナイロン。え？誰ちって言った？ちょっと Google で、喋ってもらうわ、発音熱。あ、今やったらいいんか。ちょっと待って。アイコン？ムイさん、誰もこんなものが入ってない。わら、増本ゆりさん、誰もチンコンって言ってないよ。ゼロさん、あと1回できるならチンコンって言わへんかった。ちょっとほらほら、コメントで流れてたけど、違うか。待って、アイコン発音。トラボルトケさん、いいの？ありがとうございます。増本ゆりさん、チンコンなんてそんなこと言えない。なあ、チンコンって、チンコンさんやん。ちょっと待ってな。はい、キララ帝徳さん。私これで3クエかな。聞こえるこれ。これ合っとる？アイコン。大根レンコンやん。アイコン？アイコンっていうの？キャンベルのアイコン。おじい大臣さん、それ、松本ゆうりさん、爆笑わら、アイコン？ヘルメス戦さん、わらわら。松本ゆうりさん、めちゃ笑った、笑い。おじい大臣さん、アイコン。じゃあなんかこれなんか新婚。松本ゆうりさん、それやばいわら。いや、なんかほら、あれで、Google で出したよ。発音、Google で、アイコン、アイコン、発音でして、一番最初に出てきたやつで。増本ゆうりさん、爆笑わら。トラボルフトシさん、アイコン、ピンポン、わら。増本ゆうりさん、面白すぎる、笑い。ミップリュラガンキンさん、またただいま。アイコン、抜けました。おかえり。ムイさん、ちょっと待ってな。そう、大草原。男性ある？アイコン。レンコンやな。ありがとう。なんやねん、アイコンって。キャン、じゃあ、豆島さんのアイコン。これはチンコンわら。アイコン。増本ゆりさん、ほんまおもろい、笑い。チン、シェアットさん、レンコン。ムイさん、腹が痛い。なんか、アイコン？アイコン？アイコンっていうの、ほんとは。アイコンって言わんねやな。分からん。これ染みついてきたんだ。これもう直せへんで。ちょっともう一回、ちょっと、せい。ありがとう。せい、これ。アイコン。いや、違うで、分からんわ、そんな。アイコンなんてさ。増本ゆりさん、久々にめちゃめちゃ笑っとるわな。いや、何回も聞ける、これ。Google で調べたら、一番最初に出てくるけど、アイコン発音ってしたら。きついわな。アイコン。ありがとう。最後は何しよう。これ最後やな、思いっきり。ティリッティリッティ、お宝が
あったようなないような。マスモトユリさん入るやん。ララでやろ。あー面白。アイコン、キャンベルのアイコン。あーアイコン、さん、アイコン。今日はたくさん笑ったからちょっと体があったかい。おじい大賢さん、アイコン、新婚、前婚、ズッコン、バッコン、ハハ。ちょっと、ちょっと、そんなこと言ったら本当に、はい、ズッコン、バッコン。アイコン。違う、それじゃない。いやいや、これはちょっと謎すぎるわ。イントネーションはやっぱり。ナイトボット打って試してみてください。え？いや、喋らんくない？ナイトボット？え、ナイコ、ナイトボット。発音。大臣さん、キャンベル、キャンドル。キャンベルってなんて言うのな？キャンベル。ナイトボット。あ、発音で出てけへんわ。むいさん、ラインコン。なあなあなあ、発音で出てこやへん。ナイトボットの発音で出てこやん。おじい大臣さん、ライコン、キララ提督さん、エンマ大王も死者が大笑いしながら来るから焦ってそう。マスモトユーリさん、お腹いてない？ナイトしか出てけへん。ヘルメさん、ヘルメさん、おじい大臣さん、これしか、なんか、あの、ナイトボットしか出てけへん。やめて、笑い。マスモトユーリさん、爆笑笑い。ボット、いい？これで。調べたからな。よし、行こう。大笑いしながら。行こうか。私、ご飯食べた？苦しま。トラブルプトシさん。ナイトボットさん、笑。ナイトボット。あー、大変。もうほんと大変よ。マスモトユーリさん、きついきつい、笑い。ナイトボット。マスモトユーリさん、敵の笑。あー、お腹痛い。あー、面白かったな。マジで面白かった。もう忘れちゃったけど、アイコンの発音。アイコン？ヘアットさん、ナイトボットで出馬できた。アイコン。あの、ちょっと、チェスみたいな感じで言ったら多分言えるわ。アイコン。あら、アイコン。俺のアイコン。みたいな感じで言ったら多分。今週は寝ます。また今度バイを配信します。ありがとう。お、バイオハザード？怖いやつ。私は。キララ提督さん、矢印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 。はあ、え？アイコーン。むずいわ。みんないいような標準語配信じゃないや。標準語の発音やからさ。私わかんわ。この、もう、生まれてずっと、ほら。アイコン。アイコン、あ、もう、自分の発音ですら忘れた。ボレロさん、この配信これ以上続けるとご近所さんに怒られますね。ねえ、誰？あ、そう。一回も怒らないで解除のレアじゃね。なんて。あ、本当？あ、全然見てなかった。もう一回見直そう、自分の配信。あ、黒いまんま解除？不思議と、ナイス！危ない。大好き。よかった。やな、全然見てなかったら。でもさ、ちゃんと見なあかんな。もうあかん。ナイトボットに夢中や。あとアイコン、iPhone。発音むずい。日本語もむずいのにさ、滑舌もむずいのにさ。どうやって。キララ提督さん、小山田大一館裏呼び出されそうやな。夜だからディープの方で。おじい大臣さん、ナイトオブファイヤー。懐かしい。あ、来た。来ちゃったよ。来ちゃったよ。ちょっとおじいちゃん。あ、来たよー、真っ黒だよー、おじいちゃん。ボレロさん、セタさんいなくてよかった。セタさん、残念がるわさ。もう、めっちゃおもろいとこ見れへんだってさ。あれ？おらんくない？もう一個。そんなわけないな、ぶっ飛んどるな。やばい。これはやばいよー。どうしよう。今マルコいませんでした。ほら。大臣さん、なんかマコがいる。どうしよう、これ。なんてしよう。iPhone。ああ、怖い。キララ提督さん、セタさんいたらめっちゃ助かされそう。地獄絵図だー。ああ、怖い。
今度のダメかベタと思ったら大喜びでこのボレロさん、痛いわらわら、痛いよ痛いよ、なんなんこれ、ちょどうすんの、ちょっと待ってよ、もうえって、もうゴリラほんま、キララ帝国さん、取れたかありすぎ、わらわら、あかーあかー、こっち来ちゃうねー、おじいちゃん、おじいちゃんの大地さんが悪いみたいな、なんかな、あぶら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 、股間から、あかん、痛い、あぶら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 、私一生クラバー乗っちゃうこれ、ちょっと待ってさ、あかんよ、ちょっとね、こっちだけだが、あかんって、ヘルメスエクサさん、一切検挙されそう、キララ帝国さん、無股間、ジン、ヘアッパさん、ラージャンのサファリパークや、まもう、もう一回、松本ゆりさん、いだーい、もう一回、じゃあ普通のランナーで、おじい大臣さん、ウルトラマンタイムだよ、普通のランナーで終わりませんか、ねえ、そう思いませんか、内藤さん、内藤